そうですね、私がその発災直後、菅総理にもご指示をいただいて、特にこの自由報道協会でも記者会見をされましたけれども、佐賀大学の上原先生、あの上原春夫先生は元学長ですけれども、ずっとあの冷却系の設計に携わってこられた方で、おかしい、おかしいってずっと言い続けてこられました。ECCS、緊急冷却装置にには幾重にもその、 まさに安全装置があるからだからどんなことがあっても原発はメルトダウンもしないし安全ですというのが今までのいわゆる当局の発表でしたでその中の一つに今上杉さんがおっしゃった蒸,気蒸発系の冷却システムがあるわけです蒸発系の冷却システムがあれば電源喪失して今のような状況になっている えー、そういう状況の中においても蒸気が出ている限りそれが、えー巡回してですね、循環して冷えるはずだとこれを作ったはずなのにどこへ行ったんだというのが発災直後からの上原先生の疑問でした逆に言うとこれがついていてなぜあんな大惨事が起きるのかということも上原先生とずっと追求してきたわけですそしてこれは4月3日私たちが東電に直接行って設計図を広げながら 最初は見せてくれませんでしたけども設計図を広げながらこの冷却系のこのシステムが蒸気系のシステムがあるはずだどこに行ったんだという話をしましたでと多分細分化しているからかも分かりませんがいやないんですよということでしたいやないわけはない作ったんだという押し問答でしたでやっとですねある私の友人の調査によって平成15年 平成15年の第10回原子力安全委員会の議事録というのが出てきました第10回の原子力安全委員会の定例会の議事録第28回の原子力安全委員会の非常会の議事録それを読みましたそうするとなんとこの ECCS の中の蒸気系の冷却システムが取り外されていたということが分かりました平成15年平成十五年当時は小泉内閣です そしてそれを認めたであろう大臣は平沼大臣です、そして今の、今日、えー、登壇をされましたけれども、大島大臣、それから、えー、石原大臣、石破大臣、えー、そういう方々が全員おられる、自民党総裁の谷垣総裁も大臣でいらっしゃいました、まさに平成15年に安全装置をなぜ取ったのか。 幾重にもあるかから大丈夫だと言っってたたののなぜ取ったのか私はその議事録を何回も読み返しましたが、浜岡原発で、いわゆるその冷却系の ECCS の検査中にえ事故が起きています。当時は配管の不具合による事故というふうに報じられていましたが、今となってはそれも水素爆発でだったのではないかというふうに言われています。で、その事故を起こした冷却系が、 弁弁当当をすするるという理由でですねがでねがきるしかし皆さん、弁当というのは何かともう国民の多くが知っています、放射能を外に出すということです、放射能を出すから、もうその冷却安全システムはいらないんだっていうことがなぜそうなのかというのが私には理解できませんです、複数の原子力の専門家、プラントの専門家、上原先生も含めてですね聞いたところ、いや、自分たちもわからない。 とんでもないでこの中の何人かにも直接安全委員会の当時の方々に当たっていただいたと思いますしかし、答えを合理的な答えを得た人は私にぜひ教えていただきたいツイッターでもフェイスブックでもぜひ教えていただきたい私たちが言っているその安全装置をですね取り外したということが本当にそれをやらなければこれほどの大惨事は起こってなかったんじゃないか今日も代議士会で言いました。 彼らがなぜこれを取ったのか最初10億で、えー、やるということが15億ぐらいかかったそうですけれどもじゃあ他の原発はどうなっているのかというのを今調査をしているところです福島のその議事録からだけ見ると福島の6号ある中の2から6まで2、3、4、5、6べて取り払っているということが分かったわけですで、これは前の社長の時代にはなかなか認められなかったものが 今あの前会長を辞められたと思いますけども勝俣さんになった途端になったんでおかしいというようなそういう証言も来ていまして私たち、まあ、いわゆる原子力村という言い方があの一部の人たちには不快に聞こえるらしいんですけどもなぜ原子力安全委員会が最後の最後の砦を取ったかというのを今、調査をしているところであります。えー、今春口さんののお話の中であった えー、浜岡の、えー、これが水れ配管の抜け落ちの事故というのは実はですね、えー、これは5月29日3日前の会見で私の質問に対して東京電力の松本さんが、えー、中部電力の案件ではあるんですが、えー、浜岡の水素爆発ということをはっきり明言していますですから、えー、今になってそれが水素爆発だということを認めているということを1点付け加えさせていただきます。